ここに来た人には新しい職場を見つけて社会に復帰してもらって。罪名は何ですか？元受刑者の方をご紹介することになるんだけど、はい、殺人はダメだよとか薬物はダメとか。強盗致傷罪です。女子小学生に性的ないたずらをしました。社会貢献をさせていただいているつもりでございます。犯罪予備軍を囲ってるようなもんでしょそれ。僕の罪名はひき逃げで。いきなり飛び出したんですか？受けられないでしょそれ。俺の前に一台いたらそいつがやってましたよ。ちゃんと話してほしくて何度も面会行きましたよね。彼は再犯しないでしょうか？信じられないんですよね。どうしてもドラマセラピーというものを取り入れて舞台を作りたいと思っています。過去の罪の体験を私がフィクション化した台本です。いい人間になりたいって思ってる。加害者は更生しようとしてそれを支援してくれって私は許せません。だけどこの人たちだってまだ何十年も人生あるんです。はい、それでは、映画過去を追うもの、の監督でいらっしゃいます、船橋敦史監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、この作品がどういう作品なのか簡単に、監督の方からご説明いただければと思います。はい、受刑者の更生支援や就労を手助けしている団体を中心として、牢屋に入ってて、この世の中に戻ってきて、出所者ですね、その彼らが更生していく姿を描いて、つつ、その同時に支援している人々の葛藤みたいなのも描いているというような映画ですね。はい、そうなんですね。はい、で、このテーマってある意味その、割とそのなかなか日の目を見ない部分というか、あんまり光を当てられてない部分だと思うんですけど、このテーマにその行き着いたというか、このテーマ取り上げようと思ったきっかけというのはどういう感じだったんでしょう？はい、自己責任社会の息苦しさっていうのをずっと長らく描きたいとずっと思ってたんですけれども、で今の世の中の、ネットの誹謗中傷っていうのが加速的に、ひどくなってきていて、キャンセルカルチャーって言われてますけれども、一旦何かをやらかしたらアウトみたいな形で、なかなか社会的な復帰が認められないんで、社会的な制裁を受けた後にずっとこうもうなかなかもう日陰で生きるしかないよぐらい追い詰められてしまうっていうようなところが、過度だなっていうのをずっと思い続けてまして、でそれと厳罰化って言われるんですけれども、はい、受刑者が刑に服す時の罰っていうのがどんどん年々厳罰化しているところの傾向があって、で、かつ、いろいろリサーチしてみると、出てきたら時に、職がない、居場所がない、住居がないってことで、さらに、再犯に追い詰められてしまう。それで再犯者率っていうのが、日本は 50% あるんですね。で世界的に見てめちゃくちゃ高いんですけれども、犯罪を犯して悪いことをして、刑に服したと。で、刑務所に入った。そこで、人生はリセットにならずに、どちらかと言ったら、出てきた後も苦しみ続けなければいけない。社会的な制裁を受けているかのようですね。もう住むところも、なかなかもら、見つけることができない。それは前科っていうのが背負い続けなきゃいけないか。で、仕事もなかなかつけないという問題があって。で、それが実は社会としても、再犯者率が上がるってことで、社会にとっても良くないんじゃないの。そういう人たちを包摂して寛容に
受け入れてあげるべきなんではないかということを問いかける映画を作りたいっていうのが、だんだん、そういう思いが強くなってきて、だから さっきに言ったそのキャンセルカルチャーのような、まあ、過酷な厳しい世の中と受刑者を受け入れない社会っていうのと、でもっと言えば 80% 以上の人が死刑を賛成しているっていう、ね、悪いことした人はもうアウトっていうね、もう死刑になっても仕方ないっていう思ってしまうっていう、その考え方っていうこと自体がどうなんだろうかと、もう一回考えてみるべきなんじゃないかと。ざっくり言うと、その寛容さについて、社会の寛容さについて、もう一回考え直してみるっていうきっかけになる映画を作るべきなんじゃないかと思って、この映画に向き合いました。はい。まあそうなんですよね。だから、再犯率も、まあ 50% って結構高いと思うんですよね。はい、でも、まあ実際、じゃあ、その、もともと、その刑務所の中にいた方が出てこられて、じゃあ、どっかで働いてらっしゃる、まあ、働かないと当然ながらね、ご飯食べられないわけですから、働いてらっしゃるはずなんですけど、その人がその、まあ、いわゆるその前科を持ってらっしゃるっていうことに対する、その世の中の拒否反応って、ものすごいというか、割と、すごいなっていうのは確かに感じる部分はあるんですけれども、でもね、その、まあ、もちろんその一線超えるか超えないかってところはすごくあると思うんですけど、ただ多かれ少なかれみんなその犯罪までいかなくても、いろんなこと考えてたりいろんなことやってたりとかする部分ってのはあると思うんですよね。で、まあ、それが法で裁かれるか裁かれないかみたいなところあると思うんですけど、そういうのを全く無視して、やった人にだけなんか、罰を与えるっていうのもなんかおかしいなとは思うのは確かに最近の風潮として思ったりとかするんですけどね。特に SNS なんかでやたらと、安全なところから石つぶて投げるみたいなのをずっとやる人がいたりとかするのもどうなのかなって確かに思ってる部分ではあったので、まあこの作品の中で出てくるいろんな人たちがいろんなこう言葉を元受刑者の人たちに投げかけていくっていうところが、まあおそらくその監督の意図をするところなのかなというふうに思ったりはするんですけど、ちなみにですね、私監督にインタビューさせていただくのは2回目で、で1回目は前作のある職場っていう作品で、インタビューをさせていただいて、あれは、シアターセブンの一室だったと思うんですけど、で、まあ、今回2回目なんですが、その実は今回の、作品もある職場と同じ手法で撮られてるんですよね。はい、はい、そうです。はい、どういう成り立ちの、どういう作り方なのか、ちょっと説明していただけるとありがたいんですけど。僕はオーセンティックウィルって呼んでるんですけども、はい、真なる意志っていう意味なんですが、真っていうのは誠っていう意味ですね。はい、で、どういうことかというと、俳優の自分の意志で、動いて、自分の意志で話す。それをドキュメンタリーを撮るようにカメラで押さえていくっていう撮り方なんですね。はい、なので設定や場所、そのシーンでどんなことが大体起きるっていうことを書いている、脚本で言うと箱書きっていうんですけども、はい、それがあるだけで、セリフは書いてないですね。そういう全体の流れを書いた紙プロットっていうんですが、それを、共有して皆さんで、各シーンを撮っていくという撮り方で、で、それぞれの、キャラクターの腹の底で考えていること、この人はそのシーンの中でどういうことを求めているのか、どういうことを感情的に、受け入れようとしているのか、もしくは拒否しようとしているのかとか、そういったことをこう、みんなで話し合って、で、それぞれのシーンを即興のようにして撮っていくって形なんですよね。なので、結構カメラは回してて、うん、映画のクライマックスで劇中劇があるんですけれども、はい、そこで演劇をやった後に、はい、観客の皆さんと Q&A のシーンがあって、はい、で観客、劇の中の映画の中の観客が劇中劇の観客がいるんですけど、はい、そこがもう観客が30人ぐらいで、で、舞台上にいる人が、10人弱ぐらいいて、それのシーンは、ワンテイクで2時間ぐらい回してるんですよ、ね。ワンテイクで2時間
そう。で、これあれですよね。また監督が一人で回してるんですよね。そうです。すごいな。もう三脚ありですか、ジャノンも 手持ちで。手持ちですね。手持ちですよね。三脚やと振り切れないですもんね。そうです。あっちこっちで喋られるから、振りに行くみたいな。うん、で僕もう2時間後にだから僕がちょっと力尽きで一旦カットしようって言ってカットしたいやそうなりますよね。おう、うん、そうなんですよ。おう、うん、でもうみんながみんなそれぞれのキャラクター設定だけは徹底的にみんなで、話し合って決めてるから、はい、で40人ぐらいが話すっていう場になると、うん、だんだんみんなドライブがかかってきて、はい、わーわーわー話し始めるんですよ。で、はい、先見学の議論になるんですけど、はいはい、それを僕は全部こうカメラで押さえていってるんですけど、うん、最初は、ね、映画だから後で編集するんだからできるだけ、はい、かぶせないようにしてくださいねっていうような話をしてたんですけど途中からみんなもうそのお構いなしでわーもう本当に感情的になっちゃって怒っちゃう人とか叫んじゃう人とか出ちゃって、はいはい、そうなったらもう、はい、僕がもう追うのが必死ってカメラがだけど途中でガクガクになってたりねもう震えてたりこうぶん回してたりするんですけど、うん、まあそれもこうリアルでいいのかもしれないということで、うんうんうん、カメラがもうフレームの外で人が叫んでてフレーム、うん、カメラが追っかけてそこに行くみたいな感じの映画だったんですけど、うんうんうん、はい、そのこのリアルな空間をそのまま見せるという意味で、はい、もうカメラがこうガクガクになってもうちょっと放り出しているところがあるんですけど、はい、そのシーンをぜひ見ていただきたいとは思ってますね。そうですよね、まあ、あそこがまあクライマックスというかある意味、はい、そのこの作品の一番言いたいところというか、はい、テーマ性を一番表してる部分だと思うんですけど、はい、そうなんですよね。だから、まあ、一応そのそれぞれの方のそれぞれのその登場される元受刑者の方のそれぞれの背景もありそのどういう犯罪をされてたっていうところも含めて各パート描かれてたりとかするんですけど基本的には最後のところでねはい、そういう人たちのまあ、思いなりその行動なりのその規定になってる部分がどこなんかみたいなのも含めて全部そこで出てくるっていう一番強いシーンにはなってるかと思うんですよね。はい、しかも、はい、観客というあれは狙ってらっしゃるのかどうかわからないんですけど観客がまたほとんどライトが当たってないので顔真っ黒なんですよね。だからその見えざる声みたいな演出にもなってるなっていうふうに僕は思いながら見てたんですけど。ありがとうございます。それはほぼ取材してて初めて言われました。あ、本当ですか。はい、うん、編集してる時にそういうことは感じてたんですけれども、うん、そういう指摘をしてくださるのはとても嬉しくてやはり、うん、匿名性っていうのがそうですよ、ね、はい、見えてきますよね。だから安全なところから喋ってるんですよ。だから結局、うん、そうですね、だって観客席にいるっていう時点でもう線引かれてるわけですから、うん、そこに誰かがやってきて自分が何かされるっていう前提じゃないく喋ってるっていう感じがすごく出ていて、はい、まさに監督が狙ってるとこここなんだろうなと思いながら見てはいたんですけど、うん、はい、ひとシネマっていう、はい、コラムが毎日新聞であるんですけど、それが、はいはい、でこれを取り上げていただいて、はい、それがヤフーニュースに載ったんですけれども、うんうんうん、ひとシネマ過去を追うもので検索していただいたら今でも出てくると思うんですけど、はい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 、それがちょっとプチ炎上になりまして、うん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 、で元受刑者の構成を描く映画、うん、過去を追うものっていうのが、うん、こういろいろ公開されてるっていう情報だったんですけども、うんうんうん、プチ炎上は、そんな人たちを支援してどうなのかと、いかがなものかということで。もう あの時にその出てたセリフ満々じゃないですか。そうです、そうです。もう100件以上書き込みがあって、はいはい、いや、被害者のことを考えろよと、うん、被害者の気持ちを考えたときに、こういうやつらが世の中に出てきていいと思うのかと。う
うんうんね、そういう、こう片手落ちな支援っていうのは、ちゃんちゃらおかしいというようなこととか、もう本当散々書き込みがあって、はいはいはい、でその書き込みを読むと、だから今それリアルな、あの現代社会なんですけど、ですよね、もう本当に映画の中のセリフとほとんど一緒みたいなことがあったりとか、うんうんうん、それは、ゾッとしますね、それを見てると。ですよね。だから、その、まあ、これはまあ、番組の中ではつかない内容になるかと思いますけど、はい、オリンピック、東京オリンピック2020の時もね、はい、最後まで演出が決まらず、最後は演出の名前を出さないっていう形で決まったというか、2回も演出が変わったわけですよね。はい、今、確かに昔と違って、一般の人というか、誰でも、意見を言いやすい SNS っていうものを使って言いやすくはなったのは事実なんですけど、はい、でもだからといって何でもかんでも、ぶっちゃけていいかっていうとそうじゃないよねみたいなところってありますよね、うん、ありますあります、うん、いやだから、今回は構成を描いてる映画っていうのはたくさんあると思うんですけど、今回描きたかったのは、うん、見ている我々の方を描きたかったんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。この映画は、だから、受け止める側の映画なんですよね。そうですね。受け止める社会を描きたいと思ってたので、うん、なので、この映画見ていると、あ、こういう人たちやってんのねってこう、ふんぞり返って見てるつもりが途中で、うん、あ、自分のことって思う瞬間が絶対あるんですけれども、うんうん、この自分のことって思う瞬間を、ぜひ、注目していただきたい。と思ってまして、じゃあ、はい、あなたはどうするのって問いかけがぐさってきますので、で自分は関係ないと思って見てるとそれがいきなりきます。そうですね、その映画の中、うん、なので本当に、これは自分が関係ないと思ってるところをその意識についてのを描いてる映画でもあると思うんですけども、はい、よく環境問題や迷惑施設が近所でできるっていう時に NIMBY って話になったりするんですけど、うんうんうん、NIMBY って NIMBY で Not in my backyard っていう、うちの庭だけはやめてくれっていう意味なんですけども、はいはいはい、まあ迷惑施設がゴミ処理場とかね、原発とかね、がうちの近くに立ちますって言ったら、うん、うちはやめてくれ、どっか遠いところでやってくれるんだったらいいですけど、で刑務所もそうですし、あとあれですよね、はい、児童保護施設とかを、そうです、そうです。南青山に作ろうとしたら、そうです、そうです。反対があったんだけど、実は青山の人たちは全然反対してなかったっていうね。ね、反対してたのは青山の外にいる人たちだったっていう、なんかすごい。そうです、そうです、そうです。はい、で、あそこで児童相談所ができるときも、僕はちょっと実は取材に行ったんですけど、あ、そうなんですね。その時に、おばさんが、青山って、っていうのはね、ファッションブランドがたくさんあってね、うん、ここの、ブランドを汚さないでほしいと、うん、汚すとかで資産価値が下がるっていう、はいはいはい、言ってたで、でそれで、あ、この言葉はいただきと思って今回の映画の中使ってますよね、使ってますよね、そうそうそうあ、言ってる言ってると思って、あ、なるほど、なんですけど、なんでそういうところでこの世の中に渦巻いている任備うん、について、その意識をこう映画の中にもこう含めたところがありまして、なるほどなるほど、自分は関係ないと思うこと自体が実は社会にとっての自殺行為なんじゃないかっていう、そう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 、社会っていう一つの人格と考えれば関係ないはずがないんですよ。そうなんですよ、うん、それをちょっと描いてみたいなと、うん、です皆さんは自分は関係ないと思っていることと、それがずっとつ突き詰めていくと再犯者率が上がってますよと、うん、そのことについてどう思います？そうなんですよね、結局、うん、それって自分に返ってくるって話なんですよね。そうなんですね。だから犯罪率を下げるとかどうのっていう、はい、その防犯のどうのとかっていう話にしても、結局再犯率上げてたら意味ないっていう話なんですよね。そうですね、うん、そうなんです。で、北欧とかはより寛容な、うん、施策を取っていて、うん、そういうところではリハビリテーションって言って、うん、一旦受刑した人の復帰、就労支援、うん、人間自体がちゃんともう一回人生をやり直す
そういう機会を準備しているところっていうのは、あの自分の居場所があり、住むところがあって、仕事があって、毎日ちゃんと頑張れば、自分の生活が立て直すような、うんうんうん、そういうような社会にしていこうっていうふうになってるところは再犯者率が下がってるんですね。なるほどなるほど。北欧とかは 20% か 30% ぐらいになってるんですよ。まあ、全然違いますね、本当にね。そう、なので悪い人はいますよ、うん、それでも立て直れない人もいますし、うん、凶悪犯って言われる人もいるんですけど、うん、そこと、あの日本はどこ一緒くたにしてるんですよ。全員悪いみたいな、うんうん、全員真っ黒みたいな感じにしてるんですけど、うんうんうん、そうではなくて、やっぱグラデーションで見ていかなきゃいけないっていう、うん、やり直そうとしてる人は中にはいるし、それっちの方が多いんですよ、うんうん、でそういう人たちにチャンスを与えていくっていうような、こうより寛容な社会にすることが、実は社会にとって、より住みやすい社会になるんじゃないか。なるほど。あなただってちょっと、悪いこと考えちゃったりとか、うん、ね、意地悪なこと考えちゃったりすることあるでしょうと、ちょっと自分でミスしてしまったりとかね、人にとって嫌に思われることやっちゃうことってあるでしょう、うん、それがこう自分はかも聖人君子のように、うん、絶対そんなことはないから、あんたたちはもうアウトでダメっていうふうに言うことの方が社会全体を息苦しくしてませんかっていうことなんですよね。全くその通りだと思いますね。もう本当にその言葉にはもう 120% どころ、もう 200% ぐらい僕大賛成ですね。はい。うん、まあそのまあ、僕らその物を作る人間なので、その物を作って世に問うっていう人たちなので、割とそういうその、まあ、あの賞賛も浴びるけど批判も浴びるじゃないですか。で、そういう矢面に立ちやすい立場に僕らがいるからこそ余計に感じる部分っていうのはすごくあるとは思うんですよね。だからこそ僕らがそういう声を上げていかなきゃいけないなっていうのは、改めて、まあ、この作品を通しては感じたかなとは思っております。はい。ですね、もうそろそろ、というかもうだいぶ時間も過ぎてますので、最後にですね、監督から一言、見てらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思います。はい。ちょっと、犯罪を犯してしまって、道を誤ってしまったって方、がこの世の中にいるっていうのはうすうすは知っているけれども、それについて、あんまり考えたことがないなというような方にぜひ見ていただきたいと思っております。皆さん車も運転されることが多いと思うんですけれども、ちょっと踏み外して交通事故で人を殺してしまうってことが殺人罪に問われたりとかします。で、人生が少し踏み誤ってしまって、自分が犯罪ってことを犯してしまうってチャンスはないってことはないんですね。で、僕もありますし、皆さんもあると思うんですけれども、そうなった人たちについて一回考えてもらうという大切な時間として、今回の映画ぜひ見ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで今日はですね、映画過去を追うものの、船橋敦史監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。